しスペシャルウィーク弓の歌。てるみさん、早速紹介していただいて本当にありがとうございます。今朝ちょっとエコーもかかっていたような気がしますね。さあ、毎週金曜日の朝一情報デリバリーは、私から趣味が体を張って気になるあんなことこんなことをどっこいと受け止めてお伝えいたします。はい、ユミのどっこいデリバリーなんですが、またまた歌をお聞かせするという無謀な企画の時がやってまいりました。いや、もうあの味しめてると思いますよ。評判良かったからな。いろいろね、メールやツイッターでも大勢の皆さんからお便りいただいておりますが、何だよ元気よくお届けいたしましょう。あ、そういうことね。ユミのどっこい歌謡曲。恋のバカンスはですね、はい、バカ評判が良かったですからね。すごいですよ。だからあれ超えるのはね、まあ難しいと思いますね。そうなんですよ。でラジオ機の皆さんからもね、たくさんお便りもいただいておりましてね。で今回は私一人ではなく、大変心強い方にご協力いただきました。この歌の企画のために日曜日の夕方6時30分からお越しいただきました、ふぐた松尾さんです。全然似てないんだけど。似ないねこれ。一番最初真似してみようと思ってやった時、一番上手にできてどんどん下手になっていくんだよ。やればやるほどね。本当だ ね。今回はお世話になりました。唐橋由美のどすこい歌謡曲、第2弾はてるみさんのレコードデビュー曲、満員の日本武道館を沸かせたことがあるというラジオ界不朽の名作、ルミちゃん音頭を歌わせていただきました。聞けんのこの元これ聞いた、日本武道館での俺のライブの様子すごいよ。あの番組の反転着せられて曲がりまくっちゃってで生バンドだもん。俺の早いんだよ。必死で生バンド、あれ小野満とスイングビーバーズかな、ついてきたんだよ。それだけもう難易度がすごいよ、ね、高いんですよね。本当に難しい歌だということをですね。これもうとにかく今日は唐橋のゆみちゃん音頭ですから。そう、あの去年ですね、ルミちゃん音頭を聞いた母がですね、ゆみちゃん音頭と勝手に間違えて、すごいよね、お母さんもね思いっきりかましてくれましたけどね。あ、ゆみちゃんの音頭だ、娘の歌だと。もう番組やりみたらもう歌ができてると。勝手ですね。すごいよ ね。じゃあ本当にゆみちゃん音頭歌おうということで第2弾を決めさせていただきました。それはすごいですよ。スタジオに吉田てるみさんにお越しいただいて、いつもいるよ。まずはですね、この特殊な歌を歌うにあたっての、そうそう、特殊なものとかね、危険物扱いが難しいから、まずはね、聞いとかないとね。注意事項がありますね。てるみさんに伺いました。この歌を私初めて今回歌わせていただくことになったんですけど、何マジかよ、口調で喋ってんだよ。あ、注意事項一つ、え、これ言っとくけどね、はい、難しいよ。これあのうまく歌おうと思っちゃダメ。だからといって雑に歌ってもダメ。雑じゃなかった。気持ちを込める、はい、ね、お客さんに喜んでもらうような気持ちで、気持ちを込めるっていうことだけ、はい、楽しさとめちゃくちゃさみたいなものを自分でお客さんに伝えるんだっていう気持ちを持っていただくと、筋肉少女隊の大月健二が喜ぶわけ。はい、あの歌い方は勉強になりました、参考にさせていただきますって言ったんだ。はい、わかりましたか。わかりました。はい、この歌を歌うポイントというのは、上手に歌うのではなく、気持ちを込めて楽しさとめちゃくちゃさを皆さんに伝えるような気持ちで歌うということです。嫌な感じだよ。よくあのマイウェイかなんか上手に歌おうとする人の嫌な感じね。あれよりはいいっていう。ダメだね、そこ狙いはそこだから、はい。でもね、てるみさん、なんかこの歌を初めて歌った時ね、恥ずかしいとか緊張したとか、こう一般の人が感じるようなそういうことなかったんでしょうか。うん、この歌初めて歌った時はね、恥ずかしいはない。緊張だけ。吉田てるみさんに伺っております。でもとにかくみんなスタッフが演奏するし、スタッフしかいないの、はい、番組のね。だからあの気持ち的にはそんなに緊張はしてなかったんだけど、いわゆるその何ですか、今まであった歌じゃないような歌ができたらいいなっていう大きな気持ちで臨みました。それであれですよ、その時は入りとか分かんなくて、入りとか分かんなくて、あのミキサーの田中君が肩叩いてくれたらしいんだけど、そんなことも覚えてない肩叩かなくていいかな、唐橋。あ、お願いするかもしれませんが、あの用立てするんだったら肩叩くよ、はい、難しいから入り方が。
これ難しいんですよ。ね、これは長かった長かった、うん、この注意事項がいろいろ、長いよね。いやいや、俺も短くしたかったんだけど、もっとなんか長く長くって言うからさ。さあ、そしてですね、緊張のレコーディングを前に、うん、アナウンサーの大先輩、神様、吉田照美さんに、ぜひとも伺っておきたかったことがありました。パターンって嫌なパターンだよ、俺は脳がきばかり。声の出し方、照美さん独特の発声法です。あ、大事。音域的に僕も非常に、そんなに、幅広い音域持ってないですから。低いところから高いところまで歌えないので、はい、それを無理せず出す。はい。苦しいとこは苦しい感じで歌っちゃうみたいな。あ、いつそれが、大事です。ええ、例えば、ルミちゃん音頭っていうことです。ね、はい、分かったでしょ、今の。なんとなくいつも の首絞められた感じで、ね。ああ、そういうね。はい、まあ、だから苦しいんだけど、一生懸命この人はやってんだなっていうね。はい、その気持ちを出すと、聴いてる人が、ああ、下手だなって思うかもしれないけど、分かる人には分かる。ハートツーハートですね。ハートツーハート。はい。マウスツーマウス。嬉しそうだね。おかしくないですか。そういう話になると、必ず嬉しそうなのがね、なんか嫌な感じがするんだよ。じゃあ、照美さん、この歌に関してはですね、うん、自分の出せる声、間違いで歌えばいいって、ね、もちろんだよ。これ口酸っぱくなるほど言ってるけど、これ無理しちゃダメ。背伸びすると一番嫌な感じだから。そうですね。等身大で。さあ、照美さん、うん、スタジオ内では、一通り会話で私の緊張をね、ほぐしてくださって、照美さんと向かい合って、優しいな、練習しながら録音を取ろうという、テスト本番のスタートです。ゆみちゃん音頭、ゆみちゃん音頭、行くわ、行きます。難しいでしょ。肩叩かれたいでしょ。いい音だね、これ。今までずーっと俺がそんな役前でこうずーっと来たとこ、ここでようやく吉田の言ってることは結構いいとこついてたなっていうことがここでわかるよね。わかりました、わかりました。やっぱ老婆心じゃないんだよ、これ。はい、難しかった。おリズムをね、取ってくださって本当に照美さんもありがとうございました。これね、古いカラオケのバックコーラスに歌をかぶせたりと、うん、そうそうそう、いろいろ作業がありました。あ、もう大変。はい、数時間の奮闘の末、ルミちゃん音頭完成です。そうです。それでは聴いてください。不朽の名作、ルミちゃん音頭にリスペクトいたしまして歌わせていただきました。唐橋由美とドスコイブラザーズで、ルミちゃん音頭です。Thank you.
ということで出来上がりましたね。これ疲れたよ本当に。こんなものを真剣に作るのはね大変だよね。本当にあのルミちゃんとリスペクトさせていただきました。なんとですねここに、はい、あのからしのお母様からですね母ワークから、コメントいただいてました。ユミちゃん音頭聞かせていただきました。本当に楽しそうでいいと思いました。でもお母さんの知ってるユミちゃんとはかけ離れた、なんと言いますかアナウンサーからお笑いの方に走ってる感じがしました。でも楽しそうにやってるユミちゃんがいいなと思います。ユミちゃん音頭素敵な歌をありがとうございました。なんか奥歯噛み締めてる感じだね。今後はナレーションとかもやってほしいんです。お母さんはユミちゃんのナレーションも大好きです。お母さんありがとう。お安くもの、ね、はい、ユミのどっこいデリバリー次回どんな話題でしょうか。ぜひお楽しみに。今日のトレーニングの様子もそことこのブログでご覧いただきますのでぜひチェックしてみてください。お知らせの後は今日のお天気と交通情報です。